今日もミトラムスクエアシネマにお越しくださいまして誠にありがとうございます。月一トークライブ松岡ひとみのシネマコネクションのボリューム20ですね。今日は、アライブフンということで、もういろんなゲストの方もお招きしておりますのでね、いろんなお話ができるといいなと思っております。映画パーソナリティの松岡ひとみです。どうぞよろしくお願いいたします。さあそれでは皆様盛大な拍手でお迎えください。この映画のですね、見終わった後のご挨拶っても決まってお疲れ様でした。もう多分普通の映画と違ってね、ちょっとかなり体力を使う映画かなと思っております。でももう僕今日これで名古屋4回目なんですね。この映画で一番こういう機会に呼んでいただきつつ、ご存知の通り愛知県がこのアライブフン上映館が一番多くですね、で今日もこうやってミッドランドさんで、で皆さんね、もう名古屋の方ご存知ですよね。もう座ってるシートがトヨタ製の椅子で、まあ、このビルもねトヨタグループってことで、もうなんかねシルビアこんなに活躍しておりますが、でも実はねオチがありまして、あれはね、はい、非常にトヨタさんにお世話になってるマシンだということは後で多分お伝えできると思います。今日はすごくレアトークしていただけると思うので、質問コーナーもあるんですよね。あります。なんでちょっとね、お車好きの方はちょっと何聞こうかなとか考えていただきながら、ね、はい、楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてなんか愛知県にゆかりのあるというですね、はい、横井先生お願いします。はい、一応プロドライバーということで呼んでいただきましたけども、まさかねこういう映画などでねこういうところで挨拶できるなんてもう夢にも僕も思ってなくてですね、本当に嬉しく思います。で、僕はまあ大会でね走ってるんですけども、大会よりも本気な走りでこの映画の撮影に臨みましてまあいろいろなトラブルもあったんですけども、本当に本気で走った迫力のある映像を今みんなに見ていただいたんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね二度三度ともう一度見てもらって、一緒に盛り上がれたらなというふうに思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして土屋さんに今日はお越しくださいましてありがとうございます。いやもう本当日曜日の大事な休みの日に、この映画を見に来ていただいてありがとうございます。皆さんに喜んでいただけるような映画ができたんじゃないかなと思ってますので、また今後2度3度見ていただけたら本当嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。とても嬉しいお話で、この映画が世界で公開されることになりました。いやー、ね、監督びっくりしましたね。そうなんです。先週アジアまず10カ国はもう決まっておりまして、はい、でもちろん北米ヨーロッパ中東は秋に向けて秋公開、うん、の話があって、それでまあもちろん中国、台湾香港も今もう交渉が始まっているんですが、発表の後ですね、まあ、7月8月から公開なんですアジアは。で続々と劇場が決まってまして、現在はアジアで200スクリーンオーバーです。これからもっと増えていく状態なんでちょっとびっくりしてますね。すごい。土屋さん、これは土屋さんが最初にねこのドリフトの映画を作ろうということになってお話をされたっていうのをお聞きしてるんですが、世界についについにというかもう最初から世界に行けたらいいなと思って作ってました。はい、横井さんもどうですか。実際にねレースではもちろん世界中で、そうですね、今ちょっとねコロナ禍もありまして、まあ、海外に行くことはすごい減ったんですけども、ぜひアライブフンのまた宣伝としてですね、うん、海外行ってこういうトークショーができたらなと勝手に思っております。走り付きで、みんなツアー組んじゃったりして、そうです ね、映画を見ていただいた後にデモ走行なんかあったら最高かなというふうには思っておりますけども、ぜひ実現することを願っております。デモ走行、走行といえば先週のね横井選手、はい、ちょっと皆さん D1 グランプリ選手皆さん D1 グランプリ見られてましたか。方いらっしゃいますね。YouTube で今もチャンネルで流れているんですけども、はい、そうですね、本当にこの映画さながらの決勝戦でですね、今見ていただいた2台の最後の走りをですね本当の D1 グランプリで実現できまして、はい、もう本当に
僕もこれはライブフンやと思いながら走ってました。横井選手はあの青柳翔さんが演じている小林選手の実装をされていて、それで野村さんがあの、まあ、演じているのが中村直樹さんがやってて、それと同じようにですね、言っちゃってよかったかな、皆さんどうなんですかね。になってないか、まあ、帰ってからのお楽しみということもありますからね。あのあれなんですよ、ね、ただ同じだけじゃないんですよね。もう見た方うんうんって言ってますけど、だから多分あれですよね、D1 奥井福見られた方、 YouTube 見られた方がその後映画見るととんでもないこと起きてるわけです今ね。なんで今日あの映画ご覧になった方があの YouTube で見れますので、見るととんでもないことになってますですね。もうぜひあのご覧いただければと思います。さてあの土屋さん、お聞きしたいんですけれども、このもともと映画の始まりというのが土屋さんから監督へという、なんかそれを聞いたんですけど。そうですね、はい、5年前ですね、はい、まずはだからレースだと多分皆さんがこんなハンドル切って曲がってるだけだから俺でもできるんだろうっていう風に見ちゃうんで、ドリフトの方が左に曲がってるのに右にハンドル切っておかしいだろこの人たちっていう風に見てくれた方が面白いだろうなっていうのでドリフトで、だけど一番はやっぱりその世界中の子供たちに夢を与える映画にしたかったっていうのがメインですよ。別にだからレースでもドリフトでもよかったんだけど、世界中の子供たちがやっぱり一番その子供ってね、夢を持たなきゃいけないんで、だからそのゲームからリアルの世界で金を稼げるようになるんですよっていう今の現状をね、世界中の子供たちに知ってもらいたかったっていう映画です。それであの土屋さんからお聞きになって、監督はどんな風に受けたわけですか。はい、まあもうこの映画自体はですね、まあ、自分は監督って言っても本当にあの映像の監督として関わってるわけでして、 ある意味なんでしょう、もう総監督といいますか、土屋さんの思いを映像にしたらこうなったっていうことなので、よく CG ゼロというふうにまあ歌われておりますけど、はい、CG がまず必要なかったんですね、はい、まあ、要は横井さんもいらっしゃいます。横井さんも2年連続 D1 のチャンピオン、はい、で使ってる車もあのあれです、実際のもあの D1 の参戦中の間に撮影をしてますので、はい、もうマシンも本物、レーサーの皆さんも全員がトップレーサーです、全員がもうあのシリーズチャンピオン経験者で、はい、世界タイトルも皆さんあの取られてる人 でさらに土屋さんが第3のミッションがリアルスピードって、うん、はい、これ撮影じゃないじゃんっていう、だからもうあの映画の撮影じゃ なかったですね。我々も俳優も普通は朝起きて今日はシーンいくついくつ行きますって言うんですけど、そうじゃなくて今日は準決勝だってそうですね、そうだね、そうそう、だからサーキット行って、ね、映画を撮ってるのか実際のレースを撮ってるのか、はい、ちょっと我々の方がなんか錯覚起こしてましたかね。これ実際に横井選手も今回、まあ、実装という形で参加された、まあでもね、出演ですから、はい、はい、出演されてた時、まあそのお話を聞いた時ってのはどんな感じ。いや、そうですね、まあ人間が映る映らないはもう僕の中ではもうどうでもよくてですね、はいはい、あの本当に僕の走りが映画になるのかというふうに思ってすごい嬉しくてですね、本当に本番よりも気合い入れて走ったっていうような感じですね。本番よりも、はい、あの本番よりも本番でした。本当ですか、はい、大丈夫ですか言っちゃってそんなこと。いや本当にそうです。はい、あのその中ででもですね、本当に、こう大体走りってこう映画ってこうどん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 いい走りに変わっていくんだろうなって僕の中で思ってたんですけども、はいはい、まあ最初の撮影が始まった最初の頃ですね、うん、これは何割ぐらいの走りでいけばいいですかって言ったら、うん、8割か9割ぐらいでお願いしますって言われてですね、もう後にないじゃんぐらいな感じで、はい、もう最初から、全ての走りをね、本気で、はい、走りました。レーシングカーですもんね、はい、傷ついたりなんかしたら。そうですね、でももうやっぱり土屋さんのその思ってるイメージがやっぱリアルなので、はい、本気でやらないとやっぱそういう映像ってやっぱ撮れないと思いますし、はい、自分もそういう意思はあったので、まあ、車を壊すとか傷つけるとか、はい、そういうことはあんまり考えずにですね、うん、無我夢中で走ってましたね、まあ、その中でももちろんこう
まだ映像では出てきてないと思うんですけども、はい、あの裏の話でですね、はい、リアルにクラッシュをしてしまいまし、あら、もう出てますあ出てますよね、あの、はい、YouTube などでは多分出てると思います。そうですね、あの、はい、見せていただいてましたけど、真剣にやりすぎて真剣にクラッシュしました。監督もいろんなの作品を撮られてますので、撮影シーンとかは今までもあったと思うんですが、今回はちょっと違いますよね。いや違います。違うっていうか、まあ、全く違うと思う、ま、僕自身がその、ね、このいわゆる車同士の何センチ、まあ、何ミリまでとか、うん、もっとビタビタとかっていうのってもうとてもじゃないけど、あの、うん、やっぱり、まあ、素人ですから、うん、もうあの土屋さん降臨みたいな感じで、あの土屋さんのメッセージをそのまま読み上げますみたいな、はい、これではダメですねでも実際本当そうなんです。あの映像を送るたんびに、はい、ダメだよこれじゃみたいな、あらいろいろこうそういうこんなんじゃ世界に見せられるかとかあって、はい、で僕がそれをこう、まあ、お伝えするのがだんだんそうすると皆さんこう凍りつくんで、うん、で朝レースの皆さんが来て必ず聞くのは今日土屋さんいないよねこれ質問からまず皆さん今ちょうど土屋さんがニヤッと笑われましたけれどもあのかなり現場にも何度も通われて、まあ、監修でいらっしゃるしもちろん出演もされてますので、まあ、どんなアドバイスをどんどんされていったんですか。まあ、アドバイスっていうのもアドバイスっていうかこれだけのメンツ使ってますからね、うん、やっぱりその二流ドライバーとか三流ドライバー使ってないんで、うん、やっぱそういう意味ではこんな走りしかできないんだったら別にこいつじゃなくてもいいかなっていうメールは送りますよね、はい、こいつの代わりいっぱいいますよ。だから大悟とか川端なんかだと思う点々汗しか返ってこないし。いやだけど本当に皆さんが見てね、すげえなこの映画って言ってくれないと。で今世界中47カ国でこういうイベントやってんですよ、ドリフトの。だからその47カ国の人たちが見てこんなの俺でもできるよっていうドリフトじゃダメなんですよ。だからそういう意味でこういうメンツを選んだっていう。いろんな CG0 とかね、最初言われた時びっくりされたってね、お聞きしたって。だから撮影じゃないんですよね。そうですよね。その撮影って、ね、まあ、ある意味カメラがあってレンズがあって照明があってとか、はい、で今回もそうですけど、うん、俳優さん乗せるんですよ。うん、で当然ご覧の通り、あの野村君も皆さん、あと、チェイサー の吉川愛ちゃんも実際のドリフト車に乗ってリアルスピードで演じてる、うんわけですね。でもまあ、後日なんですけど、でもあの彼らはやっぱりそういう環境だからやっぱりすんなり演技ができたと言ってます。それは土屋さんが最初おっしゃってたのはその本物のスピードじゃないとまず音が違う、煙が違う、 G が違うで、俳優さんに関して言うとそうやって止め撮りで、我々止め撮りって言うんですけど、車止めたり実際操作してないでトラックの上に車乗せて、まあ、牽引って言って引っ張ってって言って、うん、当然それは演技に集中させるために、ね、彼だからドライブ運転っていうその行動を取るわけですよ、うん、それが本来の映画の撮影の仕方ですね。それはワイルドスピードでもなんでも、もう俳優さん乗せるってことはそういう撮影をしなきゃいけない、うん、要するに危険走行をさせながら演技できないわけですよね。で照明も当たって眩しいしっていった時に、やっぱ今回リアルドリフト車のやっぱ助手席にちゃんとコクピット作って、あのスピードで俳優さんたち芝居してるんですね。でお隣で操作してるのはもうプロです、皆さんので、ちゃんと目線もハンドルもご指導を受けて何周も練習して撮ってるっていう、そうですね、ちょっと世界的にありえない撮影があったって。で俳優さんたちはそのやっぱり G を浴びたり振動を浴びたり、そのスタートの緊張感とかいうのを味わってるから自然に演技ができたっていうふうにおっしゃってくれてます。ことですよね。だからよく選手のお隣に青柳さん乗ってた、はい、そうですね、横に乗ってもらって、ね、実際にコースを走って本気で攻めてる最中に助手席に乗っていただいて、はい、それをなんていうんですかね、こうミラーに映したかのような動きを、やってもらって、それを実際撮影してるので、はい、こうドリフトっていうハンドルが逆に向くんですけども、はい、それも僕がこうドリフトしてる最中に、うん、助手席で青柳さんもこうこっちにカウンターを当てて演技をされてるっていう状態をずっと撮影してたので、はい、まあ僕もすごい頑張ったんですけど、
もう隣で俳優さんがすごい頑張ってる姿を見るとやっぱプロだなっていうふうには思いました。はい、でそのシーンに関して言うと、だから監督は横井さんなんですよ。あ、だから野村周平君に関して、ね、はい、まあ、はっきりとこの映画の、ね、半分もう車走っていて、ドラ運転のその、まあ、あの夏美ちゃんもそうですけど、うん、って言った時にその各々のキャラクターに対しての監督っていうのは、青柳翔さんは横井さん、はい、で野村君はあの中村直樹さんで、あの夏美ちゃんはあのレディース3年連続チャンピオンの久保川澄香さんって言って、本当はそうなんで、僕ここで偉そうなこと実は言えない立場なんです。実は本当の監督さんはもうこちらに土屋さん以下皆さん、そうですよね、横井さんだったり、もうあとは監修で、ね、はい、土屋さんが、なんであの行ってらっしゃいって言って、行ってらっしゃいしたまま戻ってくるまで監督ボーっと見てるだけで楽させていただいた映画なんです。本当は土屋さん、あの主演の野村さんとか、あと青柳翔さんとか、どんなことをお声かけられたんですか、現場では。いやもう、うん、あの2人とも、まあ、正代君もそうですけど、車好きをまず選んでくださいっていう俳優さんは、なるほど、はい、車好きじゃない人だとやっぱりその人も分かんないし感覚も分かんないし、車好きな俳優さんでお願いしますっていうのは一番最初に下山監督にお願いしました。はい、で実際に野村さん相当なお車がお好きだった方です。そうですね、撮影の合間でも 4,5 時間自分の出番がないと福島の山の中走りに行っちゃいましたからね。そうなんですね。 3GTR でも走り行ってきますとか、はい、本当に本気に好きですね。そうですね、ドリフトなんかも、でも撮影前にね、撮影にクランクインに入る前に1ヶ月ぐらい前に、まあ、あの周平君も正代君も呼んで、で筑波サーキットで1日練習してみたいな、そのドリフトがそこそここうね、定常遠征会なんかができるようにはなってますよ。ですね、あと横井選手、音の臨場感が、音の感じですか、音がすごい。そうですね、さっきも監督おっしゃられて、まあ、シルビアなんですけども、はい、あのエンジンはトヨタの2JZ っていうエンジンを載せてるんですけども、はい、やっぱりこう本物のレーシングカーなので、うん、音もやっぱ一般的なその 2JZ っていうエンジン、スープラに乗ってるエンジンなんですけども、はい、まあ、普通のその辺に走ってる車のエンジンの音とはまたこう違いまして、はい、やっぱりこうすごい迫力のある音が実際映画でも流れていまして、はい、やっぱそういうこうエンジンも頑張ってるようなこの活気のある音、うん、臨場感のある音がやっぱこういう映画には絶対大事なので、うん、やっぱ本番車両で走るっていうことがやっぱ大事でしたね。やっぱそれがこう、はい、音的にもね、うん、こうこんな大きいスクリーンで見られてる方にはすごい伝わったんじゃないかなというふうには思います。ですよね、伝わりますよね。もうあの音ってなかなかね、作るの難しいって、はいはい、日本ではっていうのを一回聞いたことがあるんですよけど、今回録音の方も大変でしたね。あの本来映画の音ってのは効果音って言いましてですね、お芝居とは別の音って全部作るんですよ。で、まあ、アフレコだったり風の音を砂でこう表現したり、まあ、ある意味こう嘘の音じゃないとですね、映画の音としてその音として芝居の表現ができないっていうのが通説でして、でハリウッドなんかですともう1個の音サンプリングって言ってシンセサイザーで取り込んで、もう鍵盤弾くようにブン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 とかって言って絵に合わせてこう音楽を弾くようにあの音を作るんです。で、今回はあのもう本当にまあ自分もちょっと勉強させてもらったら、1台の車でも前の音と後ろの音と車内の音と全部違うんですよ。でドライバーの方はあのヘルメットかぶって音より先に行ってるんで、音を置いていってるっていう表現されてまして、だから自分はその音を残して先に進んでって言って、今度またドライバー視点でも感じてる音が違うわけですね。で当然スタート位置も水槽で入れ替えするじゃないですか。そうすると右と左のもうスピ出るスピーカー変えなきゃいけないとか、あのちょっと僕自身もちょっとあのスタジオも今までちょっと経験したことのない、手間がかかりましたし、1回の車に対してマイクが20本ぐらいついてるわけですよね。あのまあ当然何回もあのタイヤもすぐ減りますし、当然あの燃料だったりあと
横井さんたちのご負担もあるんで、1回の走行でどれだけの音を取るかっていうことで、中もつけたし、あのいわゆるペダルのこの音も取らなきゃいけないし、でまたカチャカチャのこのサイドブレーキとシフトも取らなきゃいけないし、でもエンジンも取らなきゃいけない、エキゾーストも取らなきゃいけない、でもタイヤのキキも取らなきゃいけなくて、であとはドアミラーの右と左でちゃんと LR のステレオでちゃんと風の音取らなきゃいけないとか、ちょっとねありえなかったですね。これがまた先ほども 2JZ の同じエンジンでも直樹さんと横井さんって全然響きが違う。でご本人たちが映画見ますから、はい、もう嘘つけないわけですよ。横井選手映画出来上がってご覧になった時っていうのは、いやもうあまりにもリアルすぎてもうでも本当に自分が乗ってる感覚と同じ音が何回も聞こえるっていうような感じでしたね。実際にもう見てても、そうですね、コックピットに乗ってる音だったりとか、はい、まあ、もちろん外から見た音だったりとか、ね、まあ本当にこんなリアルにね再現できるんだなっていうふうに思いました。本来この車の映画ではここまでないじゃないですか。いっぱい いろんなのを見させていただきましたけど、うん、そうですね、はい、まあ自分はだからその何に比較してっていうわけではなくて、今回そのさっきもその CG を使わないっていうこと以前に、ここまで日本に本物がまずあったわけですよ、映画の題材として。なんか我々は何かちょっと映画で変わったことをやろうとすると、何かちょっと CG でちょっと変わったことをやろう、驚かしてやろうって思うわけですね。まあ実は僕自身も今までかなりそういう作品作ってきました。だけどそんなものを使わなくてもお客さんがもうドキドキワクワクして驚くリアルなものがこんなにまだ日本にあるんだと、それをやっぱちゃんと真剣に撮ればもう CG なんかいらない世界のエンターテインメント作れるじゃんっていうのが、僕自身がやっぱこの映画に取り組んでちょっと驚きました。その音の件もそうですね、作らなくてもこんあんなにこう、まあ、腹に響いてこう感情がグッとくるようなこう音です、エンジンの音、はい、走りの音っていうのが目の前にあるわけで、なんかもう CG とかそんなのいらないですよね。そうですね、うん、いやもう皆さん感じ取っていただけたんじゃないかなと思いますが、ぜひここからご質問をいただこうかなと。まずはワインディングで練習するシーンがあったんです、うん、チェイサーで、であれ見ると本当にある意味危険なワインディングであそこまで攻め込んで、でしかも、まあ、きっと何回も撮影したのかなっていうぐらいブラックバーも結構残っててラインが分かるかぐらいにあったんですけど、相当走り込まれたんだと思いますし、まあ、ある意味あそこでもクラッシュがあってもおかしくないなっていうふうに思ったんですけど、あえてあのシーンを入れた理由とか裏話とかあったら教えてください。これはまあ僕は僕で理由があるんですけど、やはりちょっと土屋ね、峠といえば土屋さんにちょっとお願いします。いや、普通はね、あれやらしちゃいけないんですよ、コンプライアンス的に。うるさいんですよ、世界的に。だからあんまりあの人は気にしないタイプの人なんですね。俺ですか。いや、普通はコンプライアンスでダメですよ、あれ。だって落ちたら本当に100メーターぐらい落ちる崖なんで、だから普通はあんなことやらしちゃいけないんだけど、あの人がちょっとおかしいかもしれない。背負います。あ、でも、じゃあ今度演出の理由はですね、光一君はやっぱり e スポーツでバーチャルの中にいたわけですよね。でやはりバーチャルってのは僕の思う解釈はやっぱり e スポーツのレーサーの皆さんが今リアルですごく活躍されるっていうのは多分何回も事故ってるんですよ。でそれリセットすればもうすぐ行ける、はい、で、クラッシュしてもマシン壊しても弁償しなくていい、まあまあお金もかからないっていう中では、ひょっとするとプロのレーサーより限界値知ってる、要するにこれ以上行ったら行っちゃうっていう結果のその何だろう、限界点を何回も e スポーツの人たちの方が到達してるっていうのがちょっと僕の今回の映画の解釈だったんですね。だけどリアルでそこを超えるとどういう風になるかっていうことがやっぱりなかなか感覚でつかめてないのを、陣内孝則さん、武藤さんはやっぱご自身が事故ったわけじゃないですか、最初に。でもう足も怪我して松葉杖でっていった、やっぱりそこの思いがあってやっぱりそのリスクを取ったわけですね。本当に危ないです、多分危ないですけど、
危なさのそのを実際にその体感させるギリギリのところで、でも彼はやっぱそこちゃんと見切って、あの峠では素晴らしい走りをしたわけです、あの時はですね。ですけど、じゃあその先に実際サーキット行ったらどうなったかって言ったら、日光サーキットの結果です。あれが恵比寿サーキットだったら大事故です。あ、なるほど、うん、要はセーフティーゾーンがないので、恵比寿はもう壁があって、もう多分横井さんも何度もガツンって行かれてたと思いますけど、あれ日光のあの解説席の前っていうのは多分一番セーフティーゾーンが、まあ、広いと言いますか、何本分もこうクラッシュしてもこう安全なんで、だから相手あそこでああいうふうな結果を作るために、逆に言うとちょっと峠でちょっと調子を乗せたっていうか感じですね。演出的にはそういう表現です。あとはやっぱり世界の人がやっぱり峠は見たいということですね。まああのそのためにあのちゃんと理由ついてましたでしょ。だって借金してて、ね、指導で提供したっていうことなので、はい、え、よく先生どう思いますか。ちょっと僕はその峠の前にはいなかったので、ね、わかんないですけど、まあ、ご覧になってたね、横井さんは不当の方でした。そうですね、不当の方で、そうなんですけど、はい、はい、ありがとうございます。他にはいらっしゃいますか。どうぞ。で、あのちょっと土屋さんの方にドリフトのことに関してご質問をしたいと思うんですけども、はい、はい、土屋さんはあの、まあ、何十年も前にあのいわゆるドリフトというものを、まあ、世界にあの発信していただきまして、で、まあ、あの第一線を離れてて、まあ、D1 からかなり離れられてたというふうに思うんですけども、まあ、今回この映画をきっかけにあの久しぶりにその D1 今の現在の D1 マシン、そのプロドライバーさんの走り方とか、うん、あの見ていただいたんじゃないかなというふうに思うんですけど、それを見たその土屋さんの率直な感想をちょっとぜひ聞きたいなと。すごい、一番はこのメンツね、直樹にしても横井にしてもそうだし、大吾もみんなね、あの多分その俺が声かけたらその D1 みたいに機械に反応する走りはしないだろうなって、その人が感動するような感動する走りができると思ってこのメンツにしてんですよ。だからあの D1 って大体もうその大吾に言わせると、 あんなの機械に反応する点数上げるのは簡単ですよっていうのね。だけど映画はあんな走りされちゃ困るわけですよ。だから今時の高タッチ使うと角度があって煙だけ出ればいいだろうっていう。だけど言い方悪いけど、こいつら使うととんでもないスピードで走るんで、でやっぱり二流ドライバー使うとあの回転数は維持できないのね。一流のやつだけがあのスピードであの回転数が維持できる。だからドリフトを知らなくてもドリフトができるやつらでも、海外でイベントやってるやつらでもあの回転数の音を聞いてあのスピード見たらこれはできねえなって思うって、そこが俺にとって OK。 だからそういう意味では彼らがやるスピードっていうのはその機械に反応するスピードではないっていう、その走りをちゃんとしてくれるだろうなと思って彼らをドライバーにしていただいたっていう感じですね。あの今の土屋さんのお話だと、だから多分あれですよね、恵比寿であのちゃんとこうあそこでこう上飛んでくれるあのまあマシンもドライバーの方も本当に限られた、多分今回出てらっしゃる方たちのはずです。普通の人といいますか、飛んで行って本当はあの後当たりクラッシュしますからね、あれです。でもそこギリギリで横井さんのあのね、あの青い車みたいにもスーパーギリ越えてあそこ行くっていうのはもう本当にすごい。横井選手はこれから あの育成というか若い子たちも、ね、そうですね、下の、ね、ランクっていうかね、はい、あの D1 グランプリでは一番上なんですけども、うん、もう下のランクの方から若い子を育てるというふうで、はい、今チームを持って、はい、これからの日本をね、うん、支えてくれるようなドライバーを、うん、育てるために今、うん、頑張ってます、うん、夢を持って、まあ、いつかねその若い子たちがこのようにね、はい、土屋さんに映画に呼んでいただけるぐらいの活気のある走りが出てできる若いドライバーが出てきたらいいなっていうふうに思います ね、 ね、はい、横井選手にちょっと質問させていただきたくてですね、はい、あの最後 の、 あの、ま、野村さんの乗る車と
のシーンでこう難しかったかなと思うんですけど、ああいうところ以外にも他にこういうところが難しかったっていうところとかあったら教えていただきたいです。そうですね、僕が撮影したのは恵比寿サーキットっていうところなんですけども、まあ、ドライバーとしてもですね、世界一危険なサーキットというイメージがやっぱありまして、中途半端な走りをするとかっこよくもないし、いい走りができないんですよね。飛び出してくるジャンプのところとかは特に中途半端な速度で行くとですね、本当にかっこよくなくて、いい映像が撮れないなっていうふうにも思いますし、中途半端な走りより思いっきり走った方が僕の中で安全だってい う, こう 意味っていうか意思があるので、もう飛び出しから本気で、行くところはやっぱりこう、まあ、ドキドキしながらも頑張ったなっていうところがありますし、飛び出しのところとかなんかもう GoPro が何個も置いてあったりするんですけど、もちろんある場所は分かってるんですけども、まあ、何個でも潰していいよと監督から言われてましたので、本当に気にせずね、思いっきり走らせてもらったっていうのが、いい映像が撮れた感じじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あと夜のシーンなんかはね、一気に視界が暗くなってですね、ドライバーの目線としてはすごい、やりにくい状態だったんですね。いろんな周りに蛍光灯みたいなのがいっぱいあって、逆光状態で走らなきゃいけないので、その中のでも距離をビタビタでねずっと走るのが、特にそういうそれこそ今おっしゃられた抜き差しの振り返しのところとかなんかはかなり気を使って思い切り行こうというふうに走りました。まあ、そこでクラッシュも登場してしまったんですけどもその夜のシーンのその振り返まさにその振り返しのところで、中村直樹選手のケインフックがちょっと飛び出してまして、だいたい10センチぐらいのケインフックなんですけど、僕の頭の中にはそのケインフックがなくてですね、ビタビタの追走をしようと思ってギリギリで振り返しをしたらそれに引っかかってしまって飛ばされて弾き出されて1個70万円の照明を3個壊したという裏話が。照明はもうどうでもいいんですけど照明以前に D-MAX さんのシルビアが大破して、はい、でその後、まあ、当然結構夜中恵比寿の11月の夜中です。もうで D-MAX の皆さんで横井さんもご自身ももう修復に参加されて、はい、1時間半ぶっ続けで直されて、まあ、僕からしてみたら皆さん撮影で待っていただいてるのにもう絶対に修理をして走れなければ撮影が完成しないなという風もありまして、もう修理も本気で頑張りました走りも本気YouTube に上がってますね。あ、そうですか。メイキングのボリューム3から横井さんストーリーで、はい、あ、そうですねクラッシュで終わって次が復活戦が今 YouTube に上がってますので、ぜひクラッシュもね映像出てますので、はい、よく中村直樹のケインフックを見といてください。なるほど、なるほど。あれにやられたと思ってもらって、はいはい、ぜひもう一度皆さん映像を見てもらえたらなというふうに思います。今回メイキングを見るのもねちょっと楽しみだなと思ってますので、はい、YouTube でご覧いただければと思います。ご質問ありがとうございました。ドリフェスの中でこうもうヘタレ状態になっている小市に総一郎さんがそのチームについて語る場面があるじゃないですか。それについてはやっぱりこう土屋さんも横井さんも走ってる中 で特に壊すことの多い横井さんに関してはチームに対しての信頼っていうのはやっぱりあれは何かアドバイスされてのあの言葉なんですか。どうですかね、下山監督は全部書いてますからねあれはですね、あ、すいません、横井さんは もちろんリアルですけど、映画上は、結構 D-MAX をなんだろう取材してやっぱりこうチーム力っていうことをすごく、まあ、名門でありチームワークっていうのを一番感じたので、やっぱそこのさらに、チャンピオンという状況があって、で青柳君と僕がなんかちょっとなんだろう小林総一郎としてこの映画にみんなになんか何か残す言葉欲しいよねって言ってお互いに考えたら、あの言葉は青柳さんがご用意してきました。うん、まとめたのは自分ではあるんですけど、なんかそのチームと走ってるっていうことを高一に伝えたいんだということですね。
うん、であのセリフがあってって言って、まあ、源流はですから本当に横井さんとあの D-MAX さんの、はい、もうまさにご存知の通りって言いますか、言っちゃっていいのかあれですけど、いやでもそうです、ね、ゾンビ横井というあのいわゆる、はい、いかなることがあっても復活してくるっていうことに対しての横井さんのあだ名がゾンビ横井っていう、でこれはまさにあのゾンビ横井っていうのはあの土屋さんがつけていただいた、ね、あの名前なんですけど、はい、知らなかったです。当時からこう僕クラッシュが多くてですね、はい、それでもこう絶対負けたくないぞっていう感じで、ね、あの修理してそれでも勝ち上がっていくっていう時があったんですけども、で本当にその時にあの名前をつけていただいて、もう本当にそれであのゾンビキャラがこう定着しまして、はい、あの僕的にもすごい良かったんですけども、はい、まあでも今は名前違います、ね、今ちょっとギャラクシー横井に変わったんですね。雰囲気とか見るとまだゾンビで残ってますけど、ね、そうですね、はい、あのギャラクシーも最近は、はい、あのちょっと宇宙で行ってやってるくらい、そうですよね、そういうあだ名にもなってきますけど、でもいいセリフ、そうですね、当時からやっぱり僕もこうチーム力としてやっぱりチームを信頼してて、どんな状況でも直してくれるとか、うん、絶対に走らせてくれるっていう、 こう、まあ、チーム力とか信頼があったので、うん、それがね本当にこう伝わってくれたんじゃないかなっていうふうに、いやいやいや、すごい思います。そうですね、はい、そしてああいうね、うん、あのトークが出るとやっぱり嬉しいなっていうふうに思いますね、はい、いろんな目線からメカニックさんから あの目線もちゃんと ありましたし、いろんなところからね感動の言葉もたくさんありましたので、はい、ありがとうございます。すごく臨場感のある、映像ですね、あのカット割りとかがすごく良くてですね、はい、あの良かったなと思います。で、あの、土屋さんに質問なんですけども、こう残していきたいもの、伝えていきたいものっていうのはですね、何なのかなっていうのをですねちょっとお聞きしたいなと思います。伝えたいのは先ほど言ったように世界中の子どもたちに夢を持ってほしいなっていう、まあ何年か前にそのヤン・マーデンボローっていう選手が日産と契約したドライバーなんですけれども、彼が日本に来た時にその僕にサインくれとか写真撮ってくれとか来て、まあ、金持ちの息子だろうなと思ってたのが、僕はその家がお金がなくてそのレースができなかった。でお母さんにその中古のゲーム機を買ってもらって、そこからどん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 そのゲームをしていくうちにグランツーリスモで世界チャンピオンになれて日産と契約できたっていう、まあ、こういう子たちに何か夢を与えられるかなっていう映画として、まあ、今回島山さんに提案をして、あとはだから残すっていうのはやっぱり今までそのイニシャル D だとか、まあ、ワイルドスピードの監修もやった時にできないことがあったんですよ、たくさん。でやっぱりそのワイルドスピードの監督に言わせるとカメラ1台500万すんだぞ、でももう15年も前でしょ、で今って GoPro がいっぱいあるでしょ。で下山さんに5万潰したっていいじゃんっていう。だから下山さんには確かに申し訳ないことをしたんですよ。だからやっぱりその当時ワールドスピードでできなかったことができないかな、でも下山さんできるよね、今その映画用のカメラ使わなくても GoPro で撮影できるからやろうよ。あんまり返事しなかったですよあの人。いやいや、あの本当にもう我々ほらもうあの神の声として受け止めて、それそのままプロデューサーに伝えて壊しますよって言って、やっぱ当然そこからですね、さっき その CG がうんぬんということではなくて、とあともう一つやっぱそこからあの GoPro に限らずいろんなの壊しましたけども、ドローンも5機墜落崩壊みたいな、でもそれは壊すうんぬんではなくてパイロットが突っ込んだ結果なんですよ。だからその壊しますっていうことよりはその壊しても大丈夫だということに対して、例えばドローンのパイロットも横井さんたちと一緒に走るわけです、うんうん、そう撮影でじゃなくてやっぱりカメラもレーサーとして一緒に走ってあの絵が撮れてるわけです。だから上手なパイロットはいくらでもいるんですよ。ですけど今回のパイロットはこの映画のために3ヶ月特訓してるんですね。まあ、どういうことかっていうと全部横井さんと同じぐらい恵比寿の R を把握してる、うん、どのぐらいであの皆さんが減速してどうこうでっていうの、だからあれもう見て追っかけてったら案内取れません、うん、横井さんたちと同じレーサーのつもりで上空にいて撮っている。でそうすると当然その間にやっぱり突っ込んだも、要するにあの二方と一緒でもっと突っ込むもっと突っ込むって言ってるうちに恵比寿の壁にもドローンがガチャンっていったり、風圧で
やられたりとか、当然後ろはもう乱気流起きてるんで、行くともうバーンって吹っ飛ばされるわけです、その乱気流とかで。でもそういう、なんだろう、壊す壊さないっていうものの話ではなくて、それが前提で、あらゆるところにやっぱ撮影部が果敢にこうアングルをこう、なんだろう、挑戦しに行くきっかけで、結局はそれが人を動かして、各自がそういうふうに映像が撮れたという結果だと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、本当ね、今回もう車の街 の名古屋にまたこうして帰ってこれて、皆さんとなんか映画体験できるたことよる嬉しく思います。それでね、ここから世界中にこうね、トヨタの車がこう行くように、アライブフンもですね、ちょっと皆さんのお力でですね、ちょっとこう名古屋から世界にちょっとぜひ発信していただければと思います。それでまた世界中のあらゆるこう状況がありましたら、絶対また戻ってきて、凱旋上映とかいろんなことが多分企画できる、動きにちょっとなっておりますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。映画はもちろん今ご覧になられたと思うんですけども、ぜひね、モータースポーツいろんな場所でいろんなことやってると思いますので、ぜひ、D1 グランプリも、他のイベントもですね、実際目で見ていただいて、あ、こんなことやってるんだ、あ、実際本当にこんな距離感で走ってるんだとか見てもらってですね、またこのアレイ部分を思い出してもらって、ちょっと2が出るのかはちょっと分かりませんけども、楽しみにしてもらってて、実際そのモータースポーツを目で見てから、また新しい映画を見たりとか、アライブフンをまた見ていただいたりとかしてもらえたら、さらに楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひまず、今終わりましたら D1 グランプリの奥伊吹戦を見ていただいて、でもう一度アライブフンを見ていただければ、さらに臨場感のある走りが見えてくるんじゃないかなと思いますので、ぜひもう一度ご覧になってください。ありがとうございます。いや、本当に皆さんに喜んでいただけるのが一番なんで、やっぱり下山さん のカット割りとか、照明の仕方とか、下山さんにしかできないような映画だと思ってます。やっぱりこれからもやっぱり下山さんと、関さんというプロデューサーがいるんですけれども、この2人じゃないと本当にこの映画できなかったと思ってます、本当に。でやっぱり下山さんにはこれからもどん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 こういった映画でね、世界に進出していってほしいなと思います。皆さんと一緒に本当に下山さんの作る映画をこれからも楽しみにしていたいと思います。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。皆様に盛大な拍手をお願いいたします。私、選手、そして土屋健さんでした。どうもありがとうございました。